成長著しい巨人の右腕。2024年も多くの日本人選手がメジャーリーグで活躍しています。一方で活躍している選手をポジション別に見るとピッチャーが圧倒的に多い状況です。日本のピッチャーは国際大会でも高く評価されています。そしてその高く評価されている侍ジャパンに新たに名を連ねようとしているピッチャーが巨人にいるようです。実際に侍ジャパンを指揮する井端弘和はその選手についてメジャーリーグでも通用する旨の発言をしています。2023年シーズンからの改善。2023年シーズンの巨人はピッチャー陣の踏ん張りが効かず落としたゲームが多くありました。実際にチーム防御率 3.39 はリーグ5位、中でもリリーフ陣の防御率 3.81 は目立って悪い成績でした。しかし2024年のピッチャー陣は7月中旬時点でチーム防御率2点台中盤と安定。2023年に課題と言われていたリリーフ陣の防御率も2点台中盤と立て直しに成功しています。原辰徳の下で投手コーチを務めた宮本和智は非常に選手が伸び伸びやっているなという感じはありますね。ピッチャー陣もしっかりしていますし、外国人の先発陣が戦列を離れていますけど、その後ですよね。誰が行くんだというところで名前がポンポンと出てくる先発陣がいると先発ピッチャーについて言及。また一番の補強ポイントだった先発陣は2023年から場数を踏んでいるピッチャーが多い。ピッチャー陣の層の厚さも感じますよねと分析しています。さらにリリーフ陣については競争もチーム内に起きているので非常にいい形ではないかと思いますとコメント。加えて宮本は僕が現役だった1990年、10勝ピッチャーが5人も誕生して優勝。投手王国と言われたんだけど、2024年ほどではないにしても結構打てない試合があった。でもその時に気をつけたのは2点勝負と想定して先制点を与えないこと。それは今もできている。そして当時は投手陣の間で合言葉があったと明かしました。続けて俺たちが頑張れる時に頑張っておこうぜ。夏場になってへばってきた時は打線が助けてくれるんだから、今はバッターに貸しを作っておこう。投手会長をやっていた私の言葉です。今のベンチも同じムードだと思うよ。と言及しています。実際に2024年の巨人は打力で相手を圧倒するより守り勝つケースが多い状況です。さらに原の下でユニフォームを着ていた別の OB は、2024年の巨人は阪神に似てきた。一番変わったのはリリーフ陣。誰かが欠けてもカバーできると指摘。2人の OB が話すように2024年の巨人は先発リリーフともにチーム内で熾烈な競争があり、登板機会が与えられた選手は必死にアピールするように活躍を続けています。その中でも侍ジャパンの指揮を執る井端がメジャーリーグでも通用すると絶賛したピッチャーが巨人にいました。侍ジャパンエース級の逸材。井端は目立った活躍を見せる巨人のピッチャー陣の中でも山崎伊織を絶賛しています。山崎は2023年に自身初の2桁勝利をマークした巨人が誇るエース格のピッチャーです。その山崎を井端は2年目の2022年から高く評価しています。2022年9月7日に行われた横浜との一戦で登板した山崎について井端は「春先より今の方が全然いいですよね」と様子を確認。その理由を「春先は困ったらスライダーが多かったですよね。まっすぐが少なくてスライダーが多かったというピッチャー。今はある程度まっすぐでどんどん押しているな。狙われそうだなという時にスライダーでストライクが取れるところで春先よりストレートはだいぶ速くなったんじゃないですかね」と分析しています。さらに2024年シーズンの活躍を踏まえて井端は山崎について「山崎投手2023年から力をつけて2024年も素晴らしい投球を見せている。十分侍ジャパン候補の一人かなと思っています」と言及。実際に2024年の山崎は7月15日時点で14試合に投げてクオリティスタート率が驚異の 85.7% です。また投球割合はストレートが約 35%、 カットボールが約 20%、 フォークが約 15%、シュート、スライダーが約 12% です。このように山崎はストレートを軸にしながらも多彩な変化球を駆使してバッターを翻弄しています。戸郷翔征と並んで侍ジャパンの先発陣を支える一角になるかもしれません。他にも2022年の春季キャンプでは当時作戦兼ディフェンスチーフコーチを務めていた阿部慎之助が山崎について「すごいでしょ?」と絶賛。山崎は2022年4月28日の横浜戦で6回を投げ3安打無失点に抑えプロ初勝利を挙げました。1998年の横浜日本一に貢献した野村弘樹はこの日の山崎の投球について、立ち上がりからテンポもよく投げられたんじゃないかなと思います。それが全てではないとは思うんですけど、うまくシュート、スライダーを混ぜながらバッターを翻弄しましたよね。スピードも出ていましたと評価。そして2022年5月18日の広島戦では5回3分の2イニングを投げ7安打1失点に抑え2勝目をマークしました。宮本は山崎のこの日の投球について、2022年で一番良かったと思いますね。序盤はボールが高めに浮いていましたけど修正ができたというところですね。そこが彼の成長だと思うし、マウンドでの余裕もありましたと手放しで称賛。さらに2024年5月7日には中日相手に完封勝利を挙げ、投手コーチの杉内俊也は「伊織につきますよね。今日はあいつ一人で投げるって言ってたから有言実行です」と満面の笑みで語っていました。改めて井端や野村、宮本のコメントを踏まえると、山崎はストレートを軸に多彩な変化球を駆使してバッターを翻弄する能力を持ち合わせています。またクオリティスタート率の高さは試合中に悪い点を修正する能力を示していると言えるでしょう。そして井端は山崎の能力がメジャーリーグでも通用すると見立てています。井端に絶賛された男がすごいのはピッチングだけではなかったようです。野手顔負けのバッティング。山崎はピッチングだけではなくバッティングでも高い評価を得ています。そもそも山崎は兵庫県明石市の出身で、高校も地元の強豪校である明石商業に進学。山崎の素材の良さは当時から評判となっていましたが、チームのエースは同学年の吉高壮が務めていました。吉高は2024年現在社会人野球の日本生命でプレーをしています。山崎は吉高に阻まれて3年春に出場した選抜高校野球でもマウンドに上がることはありませんでした。アマチュア野球界に精通しているスポーツジャーナリストの西尾則文は学生時代の山崎にも注目していたのです。西尾が山崎の明石商業時代のプレーを最後に見たのは2016年7月25日に行われた兵庫大会の神戸国際大附属との一戦でした。山崎はこの試合でも投手ではなく1番レフトとして出場。相手のエースは後にチームメートとなる平内龍太でした。山崎は平内の140キロを超えるストレートにも振り負けることなく3安打を放っています。西尾は当時のノートに、山崎の体つきはまだまだ細いものの動きに躍動感がある。バットコントロールもよくスムーズに振り出し、コースに逆らわずに広角に打てるのが長所。脚力も申し分なくベースランニングの走る姿も素晴らしい。投手として評判とのことだが野手としての将来性も十分と記していました。平内との対戦で第1打席に放ったショートへの内野安打の一塁到達タイムは 4.04 秒という記録を残しています。このタイムは左打席からでも十分に俊足といえる数字です。高校野球の世界では一般的に一塁到達タイムが 4.20 を切ると足が速いと言われています。このエピソードだけでも山崎の野手としてのポテンシャルの高さが見て取れるでしょう。山崎は2024年シーズンも7月15日時点で2本のタイムリーヒットを放っており、プロでも非凡な打撃を見せています。具体的には2024年6月25日に新潟で行われた横浜戦に先発すると、1対1の同点で迎えた7回ワンアウト2塁の場面で打席が回ってきました。相手ピッチャーの中川幸が投じた3球連続となるフォークを捉え右中間へ弾き返します。結果的に決勝のタイムリーツーベースヒットとなり、投げては8回2安打1失点の大活躍を見せたのです。通算3021試合出場の日本プロ野球記録を持つ谷繁元信は、バッティングのいいピッチャーについて、ヤクルトの石川雅規はしぶといバッティングをします、あと巨人の山崎、横浜の中川颯はいいですね、ともに右投げ左打ちですがスイングが野手と変わらないと言及、山崎のバッティングに太鼓判をしています。セ・リーグはピッチャーが打席に入る必要があるため、山崎が先発登板する場合には DH のある打線と同じくらいの怖さがあるのでしょう。もし山崎が投打にわたって桑田真澄のようになれば、巨人の全盛期が来るかもしれません。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も野球動画をどんどん出していきます。いいねやチャンネル登録、コメントをしていただけると明日への活力になりますのでよろしくお願いいたします。